アトリエ M の森谷です。今回は大阪府南部、音楽室のある没頭できる家の現場に来ています。クライアントご夫妻はライブ演奏のあるレストランで働いていた際に知り合われました。それぞれがキーボード、ギター、ドラム、パーカッションが演奏できるそうです。昔の仲間が集まった時にセッションできる音楽室があればというのが計画の動機になりました。その音楽室で子どもたちが何かに没頭してくれたらという思いがプロジェクト名になっています。現場は解体が終わり基礎が完成しました。竣工までをご案内してみたいと思います。敷地周辺は数千年以上前から陸地だったことが分かっています。地盤は非常に良好で、石器時代から人が暮らしていた遺構が見つかっています。試掘そして発掘調査をすると、弥生時代、古墳時代の土器や1500年前の暮らしの遺構がはっきりと出てきました。江戸時代の井戸跡も見つかり、この地が暮らしに適していたことを示しています。無事発掘調査を終え、基礎の挫折が終わりました。音楽室を半地下としたのは防音効果を期待したものですが、他にも理由があります。工事の進行とともにまたご説明したいと思います。次回は建て方工事のタイミングでお届けしたいと思います。